ではメディアトレーニング座談会2回目ということで、続きを行いたいと思います。引き続き、広報コンサルタント石川恵子と、スタイリストの高野伊勢子と、スマートアクトディレクターの高松かな子です。はい、では、いきますね、内容にね。ちょっといきなり来ちゃった。はい、さっき1回目こちらで終わってしまったので、じゃあ、では、2回目ということで。いいですか？はい、どうぞ。これ1回目の時もお話したんですけど、橋本さんのマスクの二重の重ね方が、ちょっと下に黒が見えるのそうはでちょっすとね、清見えて潔ますね。感。で、この時も紫色のシャツで。一番気になったのは足元ですね。この黒いストッキングにショートブーツっぽいのを履いてますよね。これダメですよね。なんか。やっぱりせめてプレントゥ、足元まで見えるっていうことを、やっぱり意識しなさらないと。で、結黒構い忘ストッれるんキでング。すよね。で、確かに足元までね。黒いストッキングはダメです。ナチュラルにしてもらいたいですね。そうですね。なんかナチュラルにすると、ちょっと、この靴でナチュラルにしちゃうと、すごく中途半端な見え方になっちゃうと思うだんでからこすけのど。靴の変なショートブーツみたいなのがダメなの。靴を変えるという前提ですよね。靴を変え変て、なパンプスの、プレーンにして、で、低くてちゃんもといいなできすゃいけかない。ら、ヒールが低くてもいいですから、パンプスですから、なんです中ね。ヒールぐらいでもいいので、プレーンなものをちゃんとナチュラルストッキングで履いてほしいですね。そうですね。そしたらきっと足元綺麗ですよね。そうです。と、でも、高松さん、これ座り方もなんか、座いいです。り方もダメですけどね。もう思いっなんかきり猫背になってるし、もうなんか膝と膝の間空いてるし、そうですよそう、なんか、ね。ちょっとだ、もう、印象がね、パッと見た印象がもう、それでだらしがなく見えちゃうのがもったいないね。なんかそれに前かがみだと、ちょっと自信がなさそうに見えますよね。そうですよね。なんかそういう意味では小池さんは分かってるっていうか、すごい足の揃え方もすごいいつも意識なさってるなと思うし、あとスカーフの、これは五輪のために作ったスカーフですよね。そうですね。この時は必ずなんか五輪のバッジとスカーフしてらっしゃいますよね。で、やっぱりスカート丈がちょっと気にそうななるんでかすな。よね。そうそう。それ、この間の座談会でもお話したんだけど、ちょっとスカート丈が膝が見える、立った状態でも膝が見えるじゃないですか。座ると余計上がりますよね。なんかやっこぱのりそうね。すると視線がそこに行くので、やっぱり立った時に一番自分の足が綺麗に見えるサイズをで丈決めてらっしゃると思うんですよ。多分そうだと思いまだけす。ど座ったところまでは多分意識してないので、どうしてもスカートが上がってしまう。足が一番綺麗に見える、長く見えるところで、多分今まで丈を決めてらっしゃったと思うんですけど、で、ベージュの、パンプスにしてらっしゃるのは、足がこう一続きに見えて、長く見えるっていう意味ではお上手かなと思いますけど。そうですね。これで黒のパンプスで、ね、切っちゃうんじゃなくて、そうなでんとすなね。く一体化してるっていうのがやっぱそうりでいいすですね。よね。足がそれだけ長く見えるかなっていう感じはありますね。じゃあいいですか？こちら。丸川さんですね。丸川さん丸と川小さ池んたもち。珍しくパンツスーツなんですけど、そうですね。ジャケットの丈が短いので腰回りが丸見えになっているのがすごく気になります。でもさっきの橋本さんの足元言ってたのはこの丸川さんのようなこういう感じですよね。そうですね。ね、そうナチュラでルストッキングに、すね。低くてちもょっいいと、からパンプス。ストッキングの色が白っぽいなと思いますけど。でもやっ本ぱ当この方にがすっ大丈き夫り。そう。そうですね。足元やっぱり綺麗に見えますよね。このね。だけど、ジャケットのここ丈ね、がジャ短ケットいね。ので、確か腰に。回りが全部丸見えになっ確かてに、る。おし、た、多分立った時にお尻がポコッと見えちゃいますね。ここね。結構ね。で、逆に小池さんはカバーしてるから長いんですよ。普通の人より。ジャケットの丈が。上手にカバーしてますよね。この色お好きですよね。なん好かきこう、です青ね。紫みたいな色。よろしいですか？じゃあ、ということで、じゃあ、小池さん、一人ずつさらに詳しく見ていきたいと思いますけど、先ほどおっしゃってたね、また今度は色違ってますけど、
ネックレスですね。いらないと思いますよ。うん、やっぱりほら抜けてますよね、そのね、後ろね。そうそうそう。こういう着方をするんですよ。あ、そういうことか。ね、そう、襟がこう抜けた。そう、だったらだらしなく見えちゃう。だし、きっちり着たらいいのにっていうことですよね。うん、着るならちゃんと着るっていうね。うんうん。で、これネックレスも、これ写真では、光沢感が出ないけど、うん、動画ではすごい光ってるんですよ。うんうんうん。うんでお揃いのイヤリングで、うん、出ますよねイヤリングね、うん、多分下にグレーのスーツなんか着てらっしゃるんだと思うんだけど、うん、ジャケットを脱いでこれに変えたっていう感じなんだけど、うん、まあ時間がないわけでもないんだからネックレスを外した方がいいなと思いますね、うん、なんかきらびやかすぎちゃって、うんうんっていうか襟を上まで上げればネックレスも隠れるし、うん、襟も抜けないしもうファスナーも全部上まで上げてほしい、うん、そうすればネックレス外す手間もないし、うん、襟抜けないしね着替えたの問題ですよ ね、 やっぱりねそういうことですね、うんはいうん、着こなしの問題だと思いますでこういうものを着る際にもやっぱりそれ、うん、その服の果たす役割っていうのがあると思うのであります、うんうんその自分を見せるんじゃなくてやっぱりか、うん、ちゃんと役割を果たすっていうねその服の役割を果たしてもらうっていうね、うんうんうん、そういう着こなしが必要なんだろうなと思いますね、はいはい、あでちょっと私が用意したこれびっくりしたいきなり入れちゃったんですけど中野さんどうしちゃったんですかよく探しましたねいや画像を検索してたら出てきたんですけどいやひどいなコメントのしようがない触れずに行きます、うん、これはこういうお洋服も着られるんだろうなということで次行きましょうか、ねまあ、でもこれ多分本人も失敗したかなみたいに思ってるかもしれないちょっと遠くから見たら三河健一さんにしか見えないんですけど本当なんか膨張色でね本当に、うんうん、どうしちゃったんだろうって感じです、ね、そうですね、うん、触れないで行きましょうはい、触れないじゃあ次はいこちらこれはとてもね、うん、上品な、うんはい、同じ柄でもとても上品でグレーとこの淡い感じの柄物でも上品、うん、すごく上手に着てるなと思います。そう素敵です。ね、うん、でシルバーのネックレス、これもきっと動画で見たらかなりきらびやかかもしれないんですけど、うんうんうんまあ、このここにポイントでこのバッジがターコイズじゃないですか、うん、私これすごくいいなと思うんですよ、うん、だからバッジもアクセサリーの一つと考えて、うん、着る位置やバランスを考えた方がもし自己演出にこだわってらっしゃるんだったら、うん、大事だと思います、うんうんうん、これでこのバッジを取れないんだったらね、うんうんうん、でも色使い的にはいいと思いますけどね、うんうんうん、バッジに合わせてまた服も揃えなきゃいけないってことですよね。そ う、 ね、そうなんですよ、うん、だからなかなかバッジ、うん、だからどうしても企業の方も車掌を絶対つけなきゃいけないとかあるじゃないですか、うん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 、だったらそのもし色が入ってるものだったらそれも鑑みてジャケットの色を選んだり位置を考えた方がいいんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、そうですね。じゃあこれはまあまあいいということで、はいうんはい、これちょっと全身のがあったのでねだと、うん、このだけですよ、ね、好きなスカートだけね好きな丈ですね、うんうん、多分足がとても綺麗に見える丈なんをご自分でちゃんと熟知していらっしゃってこうなったと思うんですけど、うんうんまあ、それでもちょっと短いかもしれないです ね、 ね膝ギリギリぐらいもうちょっと、うんうん、もう5センチぐらいですかね、うんうん、膝の真ん中ぐらいまで来るとだいぶちょっと見え方変わってくると思うんだけどね、うん、そうですね、うんうん悪くないですけどね。うんうん、そうですね。まあ、立った時にはね、うん、悪くはないんだよ。立った時には悪くないかもしれないけど、やっぱり座った時のことを考えるとね。うん、そうですよね。座った時にもどう見えるのかっていうところじゃないでしょうか、ねうんうん。そこまでやっぱり考えてほしいですよね。うん、うんねはい。そろそろ9分半です。次、丸川さん行っても大丈夫かしら、高松さん。はい、いいですよ。はい、いいですよ。いいですよ。いい？はい。うん。丸川さんはね、テレビ朝日の元アナウンサーということで、うんうん、割と明るいイメージだったんですけど、本当に前回も言いましたけど、ステージの世界に入ってからなんかすごいきつい、硬い、強いイメージをなんか前面に出そうとしているところが、うんうん、なんか逆にあまり好感度上げてないんじゃないかなって思っちゃった。
赤好きなんですかね。そうなんですよ。よく見ますね。赤ばっかりで、これも赤で、うん、やっぱりその自分の自己主張というか、まあ存在感を示そうとしてるのか、うん、やっぱ本当に赤なんですよ。赤、赤、赤っていうかね。うんうん、なんかあんまり似合ってると思いませんけど、うん、特にこのシワ赤似合ってない、うんうん、ねえ、うん、とでやっぱりなんか、うん、あの定番にしてるのかパールのネックレスしてますね、はい、うん、まあ、正式感は高いですけどね、すごいって話でもないしね、うんうんうん、まあ、あの背が高くてスタイルももともといい方なので、うんうん、はい、こんな強烈な色にしなくたって、うんうん、いいかなと思うんですけどね、うんうん、こんなにしなくてもね、あのじゃあ十分目立ってるから大丈夫よって言ったけどね、うんうん、もう負けん気が強いのはまた服にも出てるのかなって、うん、すごく思いますよね、意志の強さを出そうとしちゃってるかなと思うんで、そうですね、損じゃないのかな、うん、ちょっとバランス、彼女のその本来持ってるものちょっとバランスが悪いのかもしれないですね、うん、この選択がね、うん、はい、次、あ、これもね、ちょっとこれ白ですけどね、あの、うん、赤が多くて、うん、次白コーンぐらいな感じですかね。だからすごく白黒はっきりした考え方の人なんですかね。そうですね、はっきりした色が多い、確かに。うん、なんかだから、なんか中小、中ポットハンターなことが嫌いなのかもしれないですね。うん、でも、この、これで言うと、やっぱりパールつけてますよね。うんうん、そうですね。で、なんか下の変なリボンみたいな変な、うん、形がそれはよくわかんないんですけど、うん、バッチの位置が下すぎますね、うん、ここね、うんうんうん、この変な、 なんか波型のやつの、うん、もっと上ぐらいがいいんじゃないかな、うん、この辺、うんうん、あ、そうね、その辺、その辺いいですね、うん、でこのリボンみたいな飾りがあるんだからパールのネックレスいらないですね、いらなくてつけるんだったらパールのイヤリングにすればいいと思います。そう、なんか襟と重なっちゃってて、なんかね、うん、そうですよね、確かこの時はなんか、うん、耳はやってね、やってなくてパールだけですね、うん、だからこれで、ここね、耳の方やってこっちなくせばいいと、うんうんうん、そうそうそう、うんうん、あ、本当確かにその方がスッキリしますよ ね、うん、ね、やっぱりバランスですよね、うん、うん、ね、はい、じゃあ次いきますか、うん、はい、じゃあ橋本さん、はい、はい、橋本さん、なんかなんか男性的、そう、というか男、男性化してやっぱりね、それはね、あの元アスリートで、うん、そのすごくこうなんていうんですか、競輪だったりスピードスケートって、うん、とても男性的、男性的って言っちゃちょっと語弊があるのかな、うん、力強いスポーツじゃないですか、うん、確かに確かに、だ、うん、だからやっぱりそういうのの名残っていうわけじゃないんですけれども、うん、こういうパンツスタイルが好きなんだと思います。うん、安心感もあるんだと思います。うん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 、髪型もなんかこうちょっと流してる感じがね。うんうんうん、あのあれなんで、やっぱりシャツじゃないの見たいですね。うん、あ、そうそう。そうそう、で、このごめん、一つだけ左腕の、はい、ね、左手首の数珠が気になります。うん、これね、あの芸能人なんかにはあるあるなんですけど。うん、いや、いいんですよ。普段するのは、うん、いやでも絶対皆さん、うん、あの外さないんですよ、うん、なんでパワーストーンだからうん、うん、でもやっぱ、ね、公式な時には外してほしいな、ドメインでる時にはね、うん、せめてあれですよね、やっぱり公的な要人は取ってほしいですよね、うんうん、まあ、芸能人はちょっと別格かもしれないので、うんうん、そう、プライベートでね、 いくらするのもでも全然それは構わないんですが、例えば記者会見で出てくるときとかね、うん、テレビに絶対映るって分かってるときにやっぱりして出てくるのはちょっと、うん、控えた方がいいんじゃないかなってちょっと私はずっと前から思ってました、うんうんうん、まあ橋本さんこういう色もいいんだけど、まあ、時々ね、うん、グレーも着ててね、うん、でもやっぱり中紫ですね、うんうん、本当だ紫の本当だ、ストライプだ今回ね、え、好きなのかな、うん、それとも安心するのかな、うん、いや、まあ、他のが安心じゃないかな、でもね、私ね、それで写真次見ますけど、これで写真見つけて、あの、うん、画像検索ですごいこれいいなと思ったんですよ、いいですね、うん、ちょっとこれ若い頃ですよね、少しね、お顔もなんかお化粧してるし、うん、でも、ね、妹がすごい綺麗で、あ、女性ね、うん、女性すっきり見える、うん、すっきりした、数珠はしてますよ、数珠はしてますけどね、数珠はしてるけどこの雰囲気好きだなと思って、うんうん、この雰囲気だったら全然 OK と思う、うん、いいと思います、
うん、はい、すごくいいと思います。皆さんそろそろ15です。あ、15、はいはい、ということで、あの今回は 3人のね、あの、うん、注目リーダーということで、はい、挨拶を進めてきましたけれども、はい、じゃあ、はい、今日はもう時間ということで、うん、はい、また機会があったら、はい、そうですね、こちら終了したいと思います。高野さん、はい、高松さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。